タイコンデロガ級航空母艦はアメリカ海軍のエセックス級の回収型である、停泊中のハンコック。後方のバスプと艦首の形状が比較できるエセックス級は、その建造計画の全体にわたって絶えず修正が行われた。最も重要度の高い課題は近距離の対空火力で、特に艦首、艦尾の火力増強が必要とされていた。 1943年の対空火器改善計画の中で従来は艦首、艦尾に各一機ずつ搭載していたボホース 40mm4 連装機関砲銃座をさらに各一機増設することが決まった。そこで艦首の先端の幅及び艦尾のスポンソンを艦首については幅だけでなく長さも 5m 延長して喫水線から前方に大きく張り出した形状に 改めたが、これにはしのげなみ性の向上を図る目的もあった。艦の全長は、従来の SX 級は265.8メートルのところ、艦首延長により270.8メートルとなった。それ以外にも、対空火器を全体的に増強して4連装銃座を合計11機、20ミリ、これらの設計変更を踏まえて寄港された SX 級16隻は、 特に船体の延長が顕著な特徴であるため、しばしば単船体型、おさ船体系、初期、後期立て造艦、タイコンデロガ級などと区分される。ただし、これらはあくまでも、非公式な区分であることに注意する必要がある。飛行艦班回収後のタイコンデロガ艦種の延長とともに、対空兵装及び射撃式装置の視界確保も、設計変更の段階で検討され、 飛行看板を一部切り取るという承知がなされた。エセックス級は、左舷前方のスポンソンに12.7センチ単装砲を2機搭載し、その射撃は、環境上のマーク37砲射撃式装置2機で指揮されていた。しかし、視界不足が指摘されていたため、左舷格納庫開口部にあるスポンソンに3機目を設置するよう設計変更が行われた。 さらにこの位置では十分な視界が得られないため、視界に干渉する分だけ、飛行甲板を切り取ることになった。また、艦首・艦尾の4連装銃座の視界も確保するため、飛行甲板の前端を11フィート、後端を7フィート切り詰めた。しかし、飛行甲板の面積縮小は、航空機運用に支障をきたすことから、これらの設計変更を踏まえて完成した艦は、タイコンデロが、 ハンコックのみである。タイコンデローガは1944年8月のオーバーホール時に飛行艦艦の面積を拡大する改修を受けたが、ハンコックは SCB-27 改装を受けるまでそのままだった。4 0ト、mm、ル4連装ジューザーを艦首艦尾に各2機、環境の容積拡大に伴い環境全端の4連また、戦術した3機目のマーク。 37射撃式装置を撤去し、後地に4連装銃座を2機追加した。タイコンデロがハンコックは、艦首の4連装銃座の射撃式のため、銃座の背後にマーク51射撃式装置を2機配置した状態で完成したが、射撃式装置の筒状の台座は切り詰められた飛行乾板と相まってよく目立つ。しかしたの同型感及び飛行乾板 タイコンデロガ級の名称は、看板号の最も若い、タイコンデロガにちなむが、気候は、シャングリラが最も早く、最初に竣工した艦は、ハンコックであった。この3隻と、ランドルフは1944年に竣工し、第二次世界大戦で活躍したが、それ以降に、終戦までに完成しなかった艦のうち、デプライザル及び、イオージ島は、建造中止、オリスカニーは、 工程85%で建造を中断した後、SCB-27 階層の要素を盛り込んだ、再設計の上1950年に竣工した。なお、SCB-27 階層の対象は、単船隊、オサフネ隊の区別なく選ばれ、単船隊型の艦は艦種を延長する工事を受けたので、ここでエセックス級とタイコンデロガ級を区別する点は完全になくなった。 同じく非公式なもので、ハンコック級という故障が用いられることもあるが、これは SCB-27 及び SCB-125 階層の内容に基づくもので、タイコンデロガ級の区分とは無関係である。ありがとうございます。